いつもご覧いただきましてありがとうございます。早くも阪神タイガース来季の戦力構想として戦力外、自由契約、引退、ドラフトなどね、様々な形でまあ動いていますけれども、その中でガルシア投手が退団決定です。規定投球回数に達した先発投手が、西投手と青柳投手2人だけと先発の駒不足に悩まされたシーズンでした。今季はね、アメリカでマイナーリーグが開催されずにいましたので、オフの外国人補強が例年以上に情報量が不足しています。昨年韓国リーグのキウムから阪神がサンズ選手を獲得しましたから、KBO 韓国リーグに有力なピッチャーがリストアップされているみたいです。今日はね、阪神タイガース新外国人調査レポート2021ということで話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速行ってみましょう。まず一人目は KBO 韓国リーグトゥサンベアーズのラウル・アルカンタラ投手です。1992年12月4日生まれ、右投げ右打ち、身長は193センチで体重は99キロ、球速のあるね、パワー系ピッチャーで、こう相手をねじ伏せてくる投球をしてきます。ドミニカ共和国バラオーナ州出身で、2009年にボストンレッドソックスと契約します。2011年はトレードでアスレチックスへ移籍。その後もですね、結果が残せずに2014年トミー・ジョン手術を実施します。2016年9月5日にメジャーデビューを果たしますが、ロサンゼルスエンジェルス戦で先発するも3回を投げまして5失点で敗戦投手となります。 MLB 通算成績は2年間で13試合2勝5敗、防御率 7.19、2018年にね、韓国リーグへ渡りまして KT ウィズと契約、2019年には11勝しますが、2020年からトゥサンベアーズと契約します。今年ね、ベアーズで5月5日開幕投手を務めまして、今シーズンの成績はなんとですね、20勝2敗、防御率 2.54 と最多勝投手になりました。最速158キロのストレートにスライダー、スプリットを投げます。このラウル・アルカンタラ投手なんですが、日米韓で争奪戦になりそうなんですけれども、日本ではね、ちょっと難しいかなというふうに思いますので、獲得はですね、やめといた方がいいと思います。確かに速球派右腕で球速はあるんですが、大きな理由はですね、2つありまして、まず1点目は左肩のですね、こう開きが早く、球がシュート回転する傾向があるんですね。パワーのある投手ですから、どうしても上半身の力が勝ってしまって、体の軸をですね、こう支える下半身のパワーを超えてしまうんですね。もちろんですね、指にきっちりとかかったストレートがアウトローへこう決まればね、最高の球がいきますけれども、大事な場面で失投する可能性があるピッチャーです。こうセットポジションになりましても、そんなにむちゃくちゃ球威が落ちるということはなさそうですので、ただフィールディングはね、そんなにむっちゃうまいというわけではないので、こうバントとかでね、こう揺さぶられるとちょっと怖いですね。2つ目の大きな理由はですね、フォームの癖ですね。詳細はね、この YouTube 上ではちょっと言えませんけれども、明らかにですね、ストレートを投げる時とこうスライダーを投げる時の違いがあります。もし日本に来たらですね、当然ピッチングコーチの、修正がかかると思いますけれども、少しだけちょっと話をしますと、ある高さに来た時のね、グラブの位置が全然違いますね。ベアーズの時の投球フォームですから、今年のピッチングのね、時なんで、こういう細かいところを NPB のスコアラーは徹底的に見つけてきますから、確かにパワー系ピッチャーでスタミナはありそうですから、25試合ぐらい先発すればね、10勝近く白星を稼ぎそうなんですけれども、日本ではね、それと同じぐらいの負け数もつくかなという感じですね。そして2人目はですね、ロッテジャイアンツのダン・ストレイリー投手です。1988年12月1日生まれ、右投げ右打ち。身長は188センチで体重は99キロ。カリフォルニア州サンバーナディ出身で、2020年はね、チーム最多勝の15勝で KBO リーグ最多三振205を記録しました。2009年 MLB ドラフト24巡目でオークランドアスレチックスから指名され、その後シカゴカブスやボルティモアオリオールズなどで登板し、 MLB 通算成績は8年間でね、44勝40敗の投手なんですが、この投手もね、ちょっとね、獲得しない方が無難かなと思いますね。一番大きな理由は MLB 時代の話にはなるんですけれども、非本塁打が非常に多い投手なんですね。2016年のシンシナティレッズに移籍し、リーグ最多タイの31非本塁打。この年はですね、31試合に先発しまして、規定投球回数もクリアし、14勝をマークしまして、チームの柱的な存在にはなりましたが、フォアボールとかも非常に多くですね、制球力に課題があるピッチャーです。そして2019年ですね、ボルティマーオリオールズでは47イニングの投球に対して22本ホームランを打たれてるんですね。
そして防御率は 9.82 という成績ですから、まあ、KBO リーグで2桁勝ちましたけれども、ちょっと判断が難しいところですね。まあ、球がですね、非常に軽いため、まあ、MLB の選手はみんなパワーがありますから、打たれても仕方ないのかなと思いましたが、まあ、ホームランを打たれる方向が大体こうバックスクリーンへ放り込まれてるんですね。まあ、打者が自分のタイミングでドンピシャでこう打ちやすく、まあ、しっかりとね、球が見られていることがわかります。平均球速は144キロのツーシームにスライダー、チェンジアップ、カーブを投げます。まあ、決してね、悪いピッチャーというわけではありませんけれども、ストレートとスライダーが軸の投手なので、日本のね、特にセリーグの野球には向いているピッチングスタイルなのかなというふうには思います。まあ、スライダーがですね、こう低めに決まり出しますと、ストレートのコンビネーションが噛み合えば、まあ、先発としてもね、試合を作ることができると思いますけれども、まあ、投球内容の方はね、まあ、実際に日本のマウンドで見てみないと分かりませんけれども、まあ、ガルシア投手のようにですね、一発も浴びますし、フォアボールもかなり与える投手かなというふうに思います。まあ、そうなってきますとですね、規定投球回数どころか、まあ、獲得しましてもローテーションを組み直さなければなりませんから、まあ、補強は見送った方がいいかなというふうに思います。まあ、タイプ的にはですね、阪神のガンケル投手のような立ち位置になってしまうかもしれません。そして3人目はですね、NC ダイノスのドリュー・ルチンスキー投手です。1988年12月30日生まれ、身長は180センチで体重は102キロ、右投げ右打ち。右の本格的な右腕で2019年は9勝をマークしているピッチャーです。アメリカオクラホマ州ブロークンアロー出身で2014年エンジェルスでメジャーデビューを果たしますが、2015年にはね、戦力外通告にあたる DFA になりまして、2018年に契約金20万ドル、年俸60万ドル、オプション契約20万ドルで韓国の NC ダイノスと契約しました。平均球速148キロのストレートにカット、スプリット、スライダー、チェンジアップを投げます。まあ、このドリュー・ルチンスキー投手が一番いいですね。日本野球向きのピッチングをするので獲得するべきだと思います。もちろんラウル・アルカンタラ投手やダン・ストレーリー投手も、まあ、いいピッチャーなんですが、このドリュー・ルチンスキー投手は投球フォームがですね、非常にコンパクトで無理のない投げ方で先発に非常に向いています。それでいてこう頭の位置がですね、ブレていませんので、コントロールも荒れないでフォアボールから崩れるというタイプのピッチャーでもなさそうです。そしてしっかりとね、こう右手のこう捻転ができていますから、まあ、ストレートがですね、シュート回転することもありませんし、右打者のインコースでこう球がシュート回転しないでズバッと投げ込める投手なんですね。なのでこうスライダーがむちゃくちゃ効果的に効いてくるんですね。非常にセリーグの野球に向いているピッチャーだと思います。ですので阪神がもしも新外国人投手を補強するのであれば、 KBO リーグ NC ダイノスのドリュー・ルチンスキー投手、まあ、このピッチャーがおすすめですね。まあ、年間通知で25試合ぐらい先発すれば10勝は計算できそうな見込みはありますし、まあ、本来ならね、サウスポー投手が理想なんですけれども、まあ、ルチンスキー投手もし獲得のなればかなり期待したい選手になりますね。というわけでね、阪神タイガース新外国人調査レポート2021でしたが、まとめますと候補者リストアップ3名いまして、まあ、1人目がですね、 KBO リーグトゥサンベアーズのラウル・アルカンタラ投手、そして2人目がロッテジャイアンツのダンストレイリー投手、そして3人目がですね、まあ、こちらのピッチャーがおすすめですけれども、 KBO リーグ NC ダイノスのドリュー・ルチンスキー投手でした。まあ、阪神もね、今年はボーア選手にサンズ選手が加入しまして、打線に厚みが増して本塁打で勝つ試合や大量点を奪って逆転する試合もありましたが、まあ、やはりね、投手を中心とした守りの野球をしっかりとしていかなければ、まあ、それ以上に失点をしたりエラーをしてね、ピンチを招いていては意味がありませんから、まあ、そういった意味ではしっかりと先発ローテを担える外国人投手は、まあ、是が非でも欲しいところですね。まあ、今日は3名のね、投手について話してきましたけれども、ほんまね、3人とも悪いピッチャーではありません。むしろね、3人ともいいピッチャーなんですけれども、まあ、日本のね、野球のレベルを考えると、アルカンタラ投手はパワー系投手で、まあ、リリーフならばね、全然いけると思います。まあ、クローザーにつなぐね、セットアッパーの役割ですね。まあ、これなら十分戦力になるかなと思いますし、まあ、ダンストレイニー投手は、まあ、先発中継ぎ両方で活躍できるのであればいいと思います。まあ、先発がね、早い回に崩れた際のロングリリーフ対応と、まあ、ローテの谷間ですね、まあ、それだけ投げれればいいんですけれども、まあ、それだとね、規定投球回数の課題からは少し離れてしまいますので、
ですので、まあ、ドリュー・ルチンスキー投手、まあ、これが、ね、一番日本の野球と、まあ、先発投手としては成功する可能性が、まあ、極めて高いと思いますので、まあ、ぜひとも、ね、阪神に来てもらいたいなというふうに思いますね。まあ、それでは、ね、チャンネルからのお知らせです。12球団ドラフトチェックもまあ終わってきまして、今後の配信予定はね、2020年ドラフト会議主な指名漏れ選手、そしてそれ受けスカウティングレポート2021、そしてリニューアル版野球のスコアの書き方2021、まあ、こういったねラインアップでお送りしていきたいと思いますので、またよかったらね見に来ていただければなというふうに思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。